どん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 
の変化が楽しめるペヤングソース焼きそばじゃじゃん。ということで今回またまたやってまいりましたよ、ペヤングさん。僕はですね、前回あの超大盛りペヤング焼きそば、1日かけて食べました。本当にね、何が一番辛かったのか、それはですね、味の変化がないというところでした。それで僕は最後の最後、目玉焼きを作って、なんかいろんなスパイスをかけて食べました。このままだときついです、ペヤングさん、そう訴えかけていました。きっとあらゆる YouTuber さんもそう言っていたはずです。まるでその意見をそのまま聞いていたかのように、今回こちら4種の味の変化が楽しめるということでね、入っているんですよ。こちらはびっくりしましたよ、僕も。ふりかけとスパイスとラー油とマヨネーズがついてるらしいんですよ。だからより食べやすいですよということで、しかもサイズが今回ですね、前回より全然半分ぐらいしかないと思います。前回はもう4600キロカロリーとかだったんで、その半分もないぐらいの量なんで、でさらに4種の味が楽しめるということなので、今回は楽しくペヤング食べれるんじゃないでしょうかということで買ってまいりました。美味しく食べたいと思います。それでは行ってみましょう、タイム。それじゃあ開けていきます。はい、開けると入ってました。まず火薬ですね。火薬が普通に入ってるのと、ふりかけはもうこれ普通についてますよね。とこれもうね、基本的なソースとマヨネーズ、後入れ調味料、これなんですかね、ラー油で、あと普通にお湯入れて作るだけです。なのでこのね、4種の調味料がどれだけ後々役立ってくるのかということでございます。そもそもこの量が僕は食べれるのかどうかもよくわかんないですけど、まずお湯を入れていきます。ではすごいね、3分でできちゃいますので、今日は調味料がたくさんだ、これなら最後まで食べれそうだな。さあ、それでは3分待ちたいと思います。出来上がりました。はい、ということでね、まずはシンプルにソースをかけてソース焼きそばとしていただきたいと思います。火薬をね、先に入れるの忘れたので、ちょっと硬いかもしれないですけど、はい、入れていきます。ちょっと、多分途中でね、麺が熱くてふやけることでしょう。ここら辺は気にしません、ですね、完食できるかどうかです。さあ、それでは混ぜていきます。ちゃんと味をつけて美味しくいただきましょう。このまままず食べましょう。それではいきます。ちょっと時間かかりますね。よーい、スタート。はい、始まりました。いただきます。うん、美味だね。うん、美味しいね。とりあえず飽きるまではずっと食べますね。このまま食べちゃうかもしれませんね。うん、じゃあふりかけを一旦かけます。とスパイスね。じゃあ混ぜまーす。ぐる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 。はい、じゃあふりかけかけたバージョン。やっぱ美味しいわ、ふりかけ入ると。この間お好み焼きをね、食べたんですけど、お好み焼きは青のりをね、やっぱかけないと全然違いますよね。青のりを最後マヨネーズとソースかけて、最後パラパラってかけるんです。それかけなくて最初食べてたんですけど、なんか足りないなと思って、あ、青のりですか。青のりなんてやっぱ美味しかったね。焼きそばも最高に美味しいですね。うん、あ、ちょっとやばいな、変えようかな。ちょっと麺が多いのでふりかけがすぐ飲み込まれちゃうんですよ。だからもう味がほとんど普通になっちゃったんで、ちょっと次のやつ入れます。はい、じゃあ次のやつ、これかな。後入れ調味料というものがありましたね。これをかけてみたいと思います。これ何なんだろう、謎のやつです。一番謎です。何これ、
よくわかんない粉出てきましたね。あ、魚の匂いがする。鰹節の匂いがします。もうお好み焼き完成ですよ。これでソースと鰹節と青のりかかってます。あとマヨネーズだけですよ。もうお好み焼きになりますよ。ソースが鰹節かけることによってあっさりじゃないですか。食べやすくなりますね。いいですね。中盤になってからのこの魚粉パウダー最高です。ナイスです。味は全然いいんですけど胃袋の方が弱くて、ちょっと頑張ります。超大盛りやつ、普通に多い。よし、じゃあマヨネーズ入れます。次、ちょっとペース早いかな。でもまあいっちゃいます。マヨネーズ入れたら多分一気にいけると思うんで、これをかけます。ふりかけと余分入れて、次マヨネーズ入れたんで3種類目入れました。はい、第3ラウンドスタートです。カーン、ハッピーバースデー。さあ行きましょう。マヨネーズを入れるとやっぱりいいんじゃないでしょうかね。食べれると思います。ここまで来たらね、口も回らなくなってきたんで、ちょっと危ないかもしれない。今回これを食べなければ大食い、食が非常に弱いやつになってしまう。大食いというところを見せて、これは非常に大食いのできない弱いもやし男子で終わってしまう。男らしさを見せるんだ。さあ、行くぞ。行くぞ。大丈夫ですか。マヨネーズいいな、やっぱり。すごくこってりはするんですけど、進みます、やっぱり。ラー油かけますね。一気に味を変えたいと思います、ここで。辛さがあったらもう、どんどんいけるはずです。僕は辛いのあったら、もうガンガン食えるってあるんで。辛いもの得意なんでね、僕は。はい、じゃあラー油ぶっかけたんで、もうここからラストスパートですよ。ほら、意外と少ないですよ。もうここまで来てます。このタグワンボーイがここまで来てますから、もういっちゃいますよ。いただきます。あんま辛くねえな。もうちょい辛いもの持ってきます。5つ目の調味料いきましょう。豆板醤です。これを入れたらいいでしょう。もっと辛さを増して食が進むことでしょう。ちょっとは辛くなりました。豆板醤の味はめちゃくちゃいい感じなんですけど、僕のコンディション次第にちょっと家のラー油足したいと思います。もうちょいちょっとピリ辛が欲しいかな。油っぽい、めちゃめちゃ油っぽいわこれ。どうしようどうしよう。ちょっと動きます。よっしゃ、いくぞ。じゃあ今ね、3分ぐらいちょっと運動したのでだいぶいけるはずです。食べたら楽だ。食べたらもう楽だ、うん。食べ終わったらもう楽だ。外でも散歩しに行こう。食べ終わったらね。うん。散歩をしよう。散歩をしよう。食べたらゆっくり。散歩をしよう。よし。きつい。ついよ。ついんだよ。やんげよ。どうしようきついんだよ。もうこんなんじゃねえか、ペヤングは。でも分かってでもやっちまうんだよ。それがペヤングの素晴らしさ。こんな風になると分かっても勝ってしまう。それがペヤングの素晴らしさ。こんな風になると分かっても勝ってしまう。それがペヤングの素晴らしさ。ということで食べていきたいと思います。やばいな。しかし頑張るぞ。よし、これを食べなきゃ。これは怖い、口が怖いですよ。はい、ここで食べなきゃ。お前はここで部屋を食べなきゃ。次は、あなたのお前はここで勝った。何だよ、何しかねえな。やるぞ。気に入ってやるよ。一気に行ってやるよ。27分54秒です。完食です。こんなに腹いっぱいになってもまた明日になれば腹が減る。不思議なもんですね。はい、
ということで今回は、超大盛りペヤング焼きそばの、君なら食べれるというねやつで4種の味変ができるというやつを食べさせていただきました。結局5種類の味変をしました。それでなんとか食べられました。皆さんに言っておきたいことは、ラー油の入れすぎには注意というのですね。最後ラー油入れすぎて油だらけになってちょっとめちゃくちゃギトギトの焼きそばを食べるあれになってめちゃくちゃきつかったんですけど、なんとか完食できました。皆さんもね、ぜひ味変楽しみながら食べてみてはどうでしょうか。いつもご視聴ありがとうございます。面白いと思っていただけましたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてにごいダンスよいしょ。